ちゃん。こんにちは。さあ、豊さん、はい、まあ、ここに来て、まあ、交流戦ね、もうすぐ5月の終わりから始まりますけれども、まあ、DeNA は、まあ、筒香選手が帰ってきて、はい、まあね、ホームランで華々しく、はい、ヒーローインタビューになって、今ね、DeNA を引っ張っているような感じもありますし、またオースティン、はい、帰ってきます。来なくていい。なんでオースティンも加わりました。オースティンも加わった。当てないよ。当てなんない。それね、ファンも同じこと言っていて。いや、もういいだろう。もういい。ちょっとげんなりしてる。俺はいい。ああ、そっか。ただやっぱりチームとしてはね、やっぱオースティンに契約あるから。契約もありますし、やっぱオースティン出ると打つっていうのもあるので、2番で打ってたじゃないですか。そう最初。なのでやっぱりね、このね、筒香選手、オースティン選手はやっぱりこの浜打線としては欠かせないとは思うんですけれども、そういう欠かせないっていうことはない。欠かせないことはない。いや、他のでも十分戦える。戦える。で、まずは筒香選手からなんですけれども、はいはい、最初やっぱり帰ってきた当初、まあ、2軍で打ってなかったと、はいはい、これ1軍に上がって大丈夫なんだろうかってなって1軍に上がってきたら即ホームランだヒットっていうふうに、まあ、環境がな、はい、まあ、そうさせたと言ってもいいと思うし、はい、まあ、緊張感から生まれる、まあ、その結果だったというふうには思うけどね、うんうん、これはもう完全に日本球界で復活というふうに見てよろしいんでしょうか、はい、まあ、ある程度雰囲気には慣れたよね、うん、ただやっぱこう各球団がデータを、うん、いた時のデータとどう変わってるかという今確認作業を必死にやってる段階だというふうには思うんだよね、はい、だからどういうふうに攻めたら一番この打ち取りやすいとか、うん、打ち取れるとか、うん、そういうことを今導き出してる途中だよね、だと思うんだよ俺は、はい、だからこれが出揃ったら出揃って筒香がどっちにこけるかだよ、うん、よくおおやっぱさすが筒香って言われるのか、うん、あれ筒香どうしたって言われるのと、やっぱこの瀬戸際っていうのがもう少ししたら来るかなっていう感じはしてるんだよ。ということは大体一巡してきたあたりでデータが各チームこんな感じだねっていうのが分かってきて、はい、そこからの攻め方っていうことになってくる。まあそうだな。っていうことは、まあ、交流戦がこれから始まるので交流戦明けぐらいからの筒香選手の調子っていうのを見た方がいいんですか。まあそうだな、まあ、交流戦でどういう他球団が、うん、筒香に対して攻めをするかわからないけども、うん、それがまあ佐々木朗希だったらまっすぐ1本インハイばっかりついたって抑えたって、うん、でもこれは参考にならないしな、はい、だからある程度平均値を出して、まあ、例えば何キロ以上のボールだったらここを攻めるとか、うんうん、何キロ以下だったらこういう組み立てにするとか、はい、そういうのが確立できるのが、まあ、交流戦明けだろうかな。じゃあ6月ですね、6月、7月、だからまあ勝負は6月入ってからオールスターまで、はい、まあ、ここは勝負だよね、まあ、筒香選手がその時に攻められてきたことに対するどういう、 こうバッティングの仕方、まあ、対応、柔軟性を見せるかどうかだよね。うん、そうか、だから今はまだ仮っていうふうに見といた方がいいですか。まあ、今は前のデータをある程度信じながら投げてるという、うん、まあ、そういうことだと思うよ。なあ、うん、だそれが正解かどうかっていうのも分からないままちょっとやってるという、うんうんうん、あとはその筒香選手が入ってきてやっぱりね、あれだけ活躍すると打順っていうのも一番最初の時の打順よりかはまたいじってきてますよね、まあ、6番とかな、はい、で6番でスタートして5番だとか、はい、まあ、いろいろ打たしてるけども、うん、どうするんだろうね、最終的に。そうなんです、そこなんですよね。でそこで宮崎を上げたでしょ、上に。あ、3番にしました。4番の牧選手はもう動かさないということでいいんですかね、ここは。いや、場合によっちゃ動かしてもいいと思う。筒香が4番打てるんだったらね、はい、それは牧よりも筒香が4番の方が重みは感じるよね。感じますね、うん、で牧を3番にしたりだとかさ、はい、で5番宮崎選手、そうだね、うん、でやっぱり宮崎が上にいるとやっぱ足走力ということを考えるとさ、やっぱこう5番あたりが一番ベストはベストなんだよね。確かにそうですね。ただ打つからな彼は打ちますね、一人本当に出ていくからね、すごいですね、塁にね、うん、だからまあそこら辺では3っていうのもありだけどもね、うん、まあだけど他にも打てるバッターがいるからさ。そうなんですよね。そうなってくると 5がいいかなっていうふうには思うけど、ね、なるほど。で
そこにさらにオースティンが加わってくるとなると、また打順だったりとかが、まあ、あとポジションですよね。だからまあ筒香がレフトだったら、まあ、佐野外野に持っていくんだったら、うん、佐野ライト、ライト、じゃあまた、まあ、オースティンが外野行くかもわからんな。あ、ファーストじゃなくて、で佐野選手をファーストですか。そうそうそう。ああ、そうか。いやでも、まあ、外野に持っていったとしたらライトがどっちがうまいかだよね、佐野と筒香と、うんうんうん、でも、まあ、どっちかわからんな、うん、もう本当に、まあ、ここら辺はもうわからんよそうか、そうなってくると、でも外野のあとセンターで、そう、一つしかないじゃないですか。そこにじゃあ桑原選手なのか、じゃあ渡来選手持ってくるのか、関根選手なのか。いやいや、もうこの2人を使うっていうんだったら、うん、やっぱ守備固めが2枚いるんだよ、やっぱり。ああ、そうか、うん、そうなってくると渡来とかはもうファームに落とした方がいいよ、うん、まあそうですね、守備の面でも、うん、で試合慣れをさせた方がいい、うん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 、で上にいて、ね、代打で使ったりだとか、たまにスタメンとか、うん、っていうよりもまだ若いんだから、うん、やっぱゲームに出しといた方がいいよ、試合感をっていうことですね。そうそう、試合を出して、うん、試合で学ぶことっていうのはたくさんあるから、はい、まあそういうふうなあのことをさしといた方が俺は将来的にはいいと思う。逆に中途半端にベンチに置いとかないもん、ね、だから可愛い可愛いでさ、うんね、いやムードメーカーだとか、うん、いやいやそうじゃないと、うんね、ムードメーカーなんかいらないよプロなんか、うんうんうん、だからもうファームに生かして、うん、ゲーム慣れをさしといた方が俺はもう将来的にいいと思う、ね、絶対そうですよね、うん、ってなるとやっぱりセンターは、うん、例えば桑原選手だったりとか守備とか、うん、そういう風になってくるんですか。いやだからまあ桑原はもう良ければスタートだし、まあ海老名とかもいるし、まあ、関根もそうだよ ね、 そうですね。だから守備固めは2枚必ずいるから、うん、あとはやっぱダイソー的な存在もいるからね、はい、だからまあそういうスペシャリストを置いとくかどうか。海老名選手ってやっぱり上がってきてすごいいいじゃないですか、うん、いいと思うんですけれども、やっぱりオースティン選手が入ることによってまたでいい、ね、だから俺はオースティンはもういいってそうなんですよ。もうね、うん、今年やらなきゃいけないところで、うん、それハッスルプレーがどうのこうのって言うけど、うん、ね、もうそんなすぐ怪我されてたんじゃ、うん、もう計算にならないし、はい、また抜けた時に、うん、またなんか再構築というか、うんうん、ね、いろんなことを考えていかなきゃいけないし、うん、もうそうだったらもういらないよ。そうなっちゃいますよね。本当俺はそう思う。確かに、うん、ただやっぱりそのイメージとして残像として今年の開幕スタートで2番で打っているというイメージが首脳陣の中にもまだ残ってるのであればやっぱり使いたいし、まあ、打っているけども確かに、はい、うん、でも関根もそうやってあの打っているって、うんうんうん、打っていたって、はい、ね、もう相当な率でしたからね。そうそう、だから打っているとか、だから代わりっていうか、うん、もう頑張ろうとしてる選手はたくさんいるわけよ。そうですね、うん、だからそういう人たちの目をつむんだったら、うん、じゃあ日本人と、まあ、オースティン、うん、どっち取るかって言ったらさ、オースティンの2年間考えてみろよ。本当にひどかったですね。そうでしょ、みんな一生懸命やってんのよ、はい、その間そうでしたよね、うん、それだったら俺は、うん、2年間頑張り通してた人たちを使いたいということだよ。これはそのアメリカ人とか日本人とかじゃなくてね、うん、そうですね、うん、と思うよ。パワーとかパワーじゃないとかいうよりも、うん、その方が俺はもうここ一番力になると思う。確かにこれ相手打線、相手チームからしてみると、このオースティンの存在がいる、別にいなくても、それどうなんですか。いると怖いよ、ね、だからここら辺が困るんだよ。そう、そこですよね。そうそうそう、まあでも怖がらして、ね、働き返したって、うん、なんですぐ怪我するんだろうって言った、あいたとか言ってメッキ剥がれちゃうんですよね。そうそう、いるんだったら、行くんだったら、もうね、うん、可愛らしい、可愛がってもらうような選手を使うそうですよね。そうだ、今本当にあの外野手争いというか、まあ、大変だよな。そうなんです。だからやっぱり筒香選手加入によってやっぱり誰かがもちろん弾かれる、で怪我して戻ってきたオースティン選手によってじゃあ弾かれる選手がいるのか、それともここまで頑張ってきた選手、怪我をしないちゃんと戦い抜いてくれる選手を信用して使うのか。いや、その方が信頼性があるよね。うん、それはそうなんですよね、うん、一番そう思うんですよね。まあまあでも上げて、うん、ね、戻ってくるって、
使わなきゃいけないんだろ、それだったら。これどうですか、あの三浦監督はおそらく使うとは。まあだけど俺だったらもう最初は代打を置いとくな。まあその時のチーム状況にもよるけどね、はい、まあ、その時はチーム状態が良ければ使わないし、うん、まあ、悪かったらやっぱ雰囲気的にちょっと使うかみたいな、うん、一発みたいな、うん、いうことはあるにしても、はい、チーム状態がまあその時次第だな、その時次第、うん、一生懸命こうなんか DNA ももがきながらっていうところなんですかね。もっともがけよもっともがけよ、全然もがいてない感じがする。今日一の名言が出ましたもっともがけよ。それはそのやっぱりこの戦い方を見てそう感じますか。組み立てだな、あ、試合のやっぱ勝負事って組み立てだよ、はい、どうやって戦ってこのピッチャーと攻めていくかっていう、うん、もういいだから本当にいい選手たちが帰ってきたとしてもやっぱりその戦い方とかそういうなんかもがきとかがなければ、やっぱね、もう一言言っとくよ、うんうん、勝つっていうことは厳しいっていうことなんだよ、はい、相手に勝っていく、人を蹴落としていく、うん、これは厳しいことなんだよ、はい、もうこの一言だけ言っとくわ。もういろんな意味込めてですね、もう意味込めて、それはね、いろんな意味があるよ、はい、それはもう紐解いてくれ、分かってくれ油断ね、もうね、もうね、多分単なる分かると思います、本当にもうね、OB じゃなかったらこんなに言わないよ、もうバカにして終わるよ、うんうん、まあ、DNA だからなみたいな、はい、終わるけど、うん、OB として、うん、やっぱ腹立たしいよ、見ててそうですよね、見ててもうね、やっぱり勝負って厳しいもんだからって言っとくわもうね、いや、他言ったら批判になるから、そうですよね、それはまあやっぱこう、三浦監督代表にね、戦ってる選手がいる。うんうん、それを批判することになるからそれは言わないけど、うん、厳しいんだよ、人に勝っていくっていうのは、うん、それと勝つために責任があるんだよ、はい、勝った後に、うんうん、それだけ言っとくもうね、ファンは気持ちを代弁してくれたと思ってます。 X でも今すごいのでちょっとやっぱりしっかりやれみたいな感じだよ、本当はね、本当はそうですよね、やっぱ達川さんになっちゃいかんからまた延長じゃ、ただ、はい、あの今月の終わりもまたね、あの各チームの月間総評であったり監督総評などもあるので、まあね、まあ、ちょっとその時にでも今の豊さんの本音というか本当の気持ちをまた語っていただきたいなと、まあ、そうだな、はい、ちょっと熱く燃えてきたぜみたいなそうですねいや、それはね、いろんな戦い方があるから、うん、ね、それはやっぱりもう責任を持って今遂行しようとしているのは監督だ、はい、だからもうそれはその人の勘だから、はい、勘とデータのもとに戦ってる、うん、もうこれはこう言ってもしょうがないんだよ、うん、ね、そうです、でも勝てなかったら何かの責任だっていうことをしっかり肝に銘じて戦ってほしいという、そうですね、ちょっと豊さんからの久々の喝が入りました、はい